トテナムコートロード駅、またはトッテナムコートロード駅はセントラルロンドンにあるロンドン地下鉄セントラル線及びノーザン線チャリングクロス支線の駅である。クロスレールの乗り入れが予定されている。セントラル線ではオックスフォードサーカス駅とホルボーン駅の間、ノーザン線ではレスタースクウェア駅とグージストリート駅の間にある。トテナムコートロード、オックスフォードストリート、ニュー。 オックスフォードストリートとチャリングクロスロードの交差点であるセントガイルズサーカスの下に駅があり、トラベルカードゾーン1に含まれる。トテナムコートロード駅はセントラルロンドン鉄道の駅として1900年7月30日に開業した。1933年9月24日までは、当駅の東側には大英博物館駅があったが廃止され、以降は、 ホルボーン駅が東隣の駅となっている。駅ホームはオックスフォードストリート西のセントガイルズサーカスにあり、改札街とホームは東側に設けられたエレベーターで結ばれていた。開業時にオックスフォードストリート上に設けられた駅舎は他のセントラルロンドン鉄道の駅同様、ハリーベルメジャーズが設計したものだった。幾多の改造によりほとんど原形をとどめておらず、 2009年の駅改築により元の駅の大半は失われたが、ファサードなど一部は現在も残されている。チャーリングクロスユーストンハムステッド鉄道は1907年6月22日に当地に駅を開設したが、1908年9月3日にセントラル線東高ホームとノーザン線北高ホームをつなぐ通路が開設されるまで駅名はオックスフォードストリートとされていた。 ノーザン線の北隣の駅はこの日まで、トテナムコートロードを名乗っていたが、同日付でグージストリート駅に改名している。現在の駅舎に改築される前の2008年の、駅舎元の駅舎は、オックスフォードストリートとチャリングクロスロードの交差点の南東角にあり、当時エレベーターが設けられていた穴と非常階段は、駅舎改築後も残されている。 ノーザン線北港ホームに降りるエスカレーターの容量が不十分のため、この非常階段を利用してホームに降りる乗客が少なくない。エレベーター用の穴は事務所及び駅施設として使われている。チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道開業時の駅舎はセンターポイントタワーを建設する際に取り壊された。ロンドン市内中心部の他の駅と同様、当駅でも 開業時に設けられたエレベーターをエスカレーターで置き換える工事が1920年代に行われている。工事は1923年に始まり、半地下の改札街がセントガイルズサーカスの下に設置された。1926年2月1日に下りの同年9月28日に上りのエスカレーターが共用を開始している。3機のエスカレーターを備える穴は、 改札外からセントラル線ホーム東側にある踊り場まで設けられ、ここからノーザン線ホーム北側に降りる二つのエスカレーターが設けられた。エレベーターは撤去され、エレベーターの穴は換気口に転用された。1938年には駅施設の冷却装置が設けられたが、1949年に稼働を停止している。農山線ホームの混雑緩和のため、 ホーム中央にエスカレーター1機が追加されたが、このエスカレーターによって、ノーザン線を降りる旅客の動線とセントラル線の旅客の動線が交錯するようになり、混雑は一層ひどくなった。1984年に駅全体が改築され、レスリー・グリーンがデザインしたヤーキスの地下鉄に共通の特徴だったタイル張りのホーム壁面とセントラルロンドン鉄道の共通設計だった白い。 タイル張りのホーム壁面が失われた。1980年代には、エデュアルド・パオロッチがデザインしたモザイクがホーム壁面に貼られた。このモザイクのデザインは駅に隣接する電気街を意識したものである。クロスレール乗り入れのための工事により、このモザイクの一部は撤去されている。2015年1月5日から11月29日まで。 セントラル線の列車は当駅を通過することになっている。当駅はアンドリュー・ボルデ・ストリートのセンターポイントタワー下の地下道から北東、南西、北西の階段を通じて改札外に降りられる構造となっているが混雑が激しいことから改札外が閉鎖されることがある。混雑緩和のためロンドン交通局は当駅の大規模な改良に着手している。この工事では 改札外がセンターポイントの前に移動して拡張され、改札外からノーザン線ホーム中央に達する複数のエスカレーターが設置されるとともにバリアフリーに対応する。アンドリュー・ボルデストリートの地下道はこの改良工事の一環として閉鎖される。2011年4月2日から同年11月28日までノーザン線ホームの改良のため、 農山線の全列車が当駅を通過した。2006年撮影の白黒写真2015年1月5日から11月29日まで、セントラル線のホームが閉鎖され、全列車が当駅を通過する。2015年1月12日、新しい改札街が供用された。従来は農山線のホームには、セントラル線のコンコースを通らないと、到達できなかったが、改札外から、 ノーザン線ホームまで一部階段を挟んで直結されるようになった。新設されたエスカレーターはロンドン地下鉄で最長のもので所要1分とされている旧改札街の西側にはクロスレールに通じるエスカレーターが設けられる。クロスレール建設のためロンドンアストリア劇場が解体されセントラルロンドン鉄道以来の入り口も撤去された。クロスレール計画の一環として 西側のディーンストリートにクロスレールと既存の地下鉄駅に入場できる新しい入り口と改札が設けられるクロスレールの駅の筐体は地下鉄の駅改良と同時に2015年1月12日に完成した。セントパンクラス駅のテムズリンクの駅の場合と同様クロスレールの建設者が駅全体の改築を取りまとめている。 建設工事の写真チェルシー発ッに遺線が建設される際は、トテナムコートロードに駅を設けることになっているため、現在実施中の改良工事はこれを見越したものとなっている。当駅は、クロスレール1号線とクロスレール2号線の唯一の接続駅となるため、駅容量の大幅な拡張が必要となる。ロンドンバス1、7、8、10、14、19、 24 25,、25,29,38,55,73,98,134,176,242と深夜バス N1 N、N20 N、N5、N7、N8、N19、N20、N29、N35、N38、N41、N55、N68、N73、N98、N171、 N207, N253, N279 が当駅を経由する。ありがとうございます。